トリガー引く、回る、打つね、こうスコットね、こうはめた状態でレイアウトを考えていこうかなっていう。レスポンスはね良くなりました。うん、フルオートのサイクルどうですかね。うん、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はねこれです。じゃん、東京丸いの電動ハンドガン、うん、固定スライドのね USB ですね。不調個体を全腹で直すものと箱出し性能チェックっていうのを2回動画にさせてもらった答えですね。うん、これが、当チャンネルのリスナー様、お菓子様から提供していただいたお品物ですとね、いうことでやってます。シリーズ化していこうと。でこれ提供していただいた時にシリンダとかピストンとか相当パーツが入ってたんですけど、それ全部一旦ノーマルに戻させてもらって、なんで今純正状態なんですよね。うん、でパーツを一個一個入れてって、一個一個でもないか、まあある程度段階的に入れてって、で性能がどう変化するかをやっていきたいんですけど、いかんせん電動ガンで、うん、ハンドガンだからセミオートもいっぱい使いたいし、うん、そうなってくるとやっぱりそのスイッチのね接点の摩耗とかさ気になるじゃないですか。スパーク飛んじゃう云々がね、そうなってくるとやっぱり気使っちゃってなかなかバシバシ打てないんで、今回はねまず一番最初にこのノーマル状態のものに FET 入れていこうと思ってね、 FET を準備しました。うん、これです。これが、楽天だったかな、2,000〜3,000円で、2,000円ってことはないか、3,000円ちょっとかな、ちょっと値段忘れちゃいましたけど、で買えたんでねこれつけていきます。うん、でこんな感じ、あの取説は英語でわかんないけど FET って基本簡単なんですよ。要はモーターとバッテリーの間に FET かませるだけなんですわ。で FET からスイッチの電極が2本出てるんで、それをトリガーのスイッチのね接点に取り付けてやると、それだけなんでね。で基本的にはトランジスタが入ってて、うん、トランジスタで微弱な電流が流れた時に大元のバッテリーからモーターへの電力を解放すると、そういうまあ仕組みなんだけどね。なんでこれをとりあえず取り付けていこうっていう動画ですね。いやいや、で本当はこういうのショットキーバリア代用とかバリカタとかって言われて売られてるようなものとかね、その辺もこれなんだけど、こういうのを使ってもいいんだけどさ、これだって別にダイオード準備してケーブルハンダ付けすれば自分でね物自体は作れます。これは買えば750円とか、バリカタとかだと2,000円ぐらいするのかな。まあまあ、あのこういうのでもいいかなとは思ったんだけど、やっぱりねどうしてもレスポンスちょっとでも上がってほしいなっていうのがあって、で FET にしたと。まあそうそう、これ開けるけど基本的には純正の 7.2V マイクロ500バッテリー、丸い純正のねこれを使っているんだけど、リポカを一緒にする人も多いと思うんだよね、 FET 入れる時にさ。うん、そもそもこれ FET にもうコネクタついてるからね、でサードパーティー製のバッテリーをつなげられる状態でになってるんだけど、やっぱりね純正はを使える構造は残しておきたいと、でも FET 入れたいと、でもしもの時にリポバッテリーも使いたいと、なかなか欲張ってしまう性格なんだけど、うん、とりあえずはね僕この純正のバッテリー新しく新品で買ったばっかりなんでもったいないし、これは使えるようにします。普通はね、この辺の純正のバッテリーを入れるコネクタっていうかソケットを取っ払っちゃった方が楽なんだけど、スペースも空くしさ、なんだけどもうこれ直撃でもこのまま使える、基本的にはこれで使うように組んでいこうと思います。でリポバッテリー使いたい時はこのコネクタに変換コネクタ挿してリポバッテリーさせるケーブルが売ってますよね。ここの形状だけ、変換するものが売ってるんで、リポバッテリー使いたい時はそっちを使うっていう意味合いでやっていきます。なんでケーブルの接点減らして効率よくリポ化とかそういう意味合いの動画じゃないんでね、その辺はまずあらかじめ分かっといてもらえれば、とりあえず FET つけて動くようにしたいっていうのと、純正のコネクタ残しときたいと、純正の選択肢はなくしたくないっていう失いたくない症候群
にかかってる人向けです。FET はここの隙間に入れていこうかなと思います。ケーブル多分そのぐらいの長さでできてるんだろうと思うし、足りなきゃ伸ばすか張り替えるかすればいいわけだしね。ここにこうやって、でこのコネクタはちょん切っちゃって、こっちがマイナスとこっちがプラスのケーブルが入ってるんで、それをこっち側に引っ張ってきて、引っ張り出してここにつけちゃうと。で直付けでもいいんだけど、どうせならほらリポバッテリーも使うかもしれないからさ、そうなった時のために間にヒューズね一つかませてやって、こう入んのかよみたいなね入るスペースあんのかどうなの、多分入ると思いますよ。これもっとちっちゃいやつあるんだっけ、これ車用のミニ平型ヒューズなんだけど、20アンペアのね、うん、これをとりあえず入れつつみたいな、かなりまあ欲張ってはいるし、効率はね悪くなります、その接点が増えるんで、このコネクタを要は純正のコネクタからケーブル引っ張ってきて、ここでまたつなげようっていう狙いなんで、どうしても効率は悪くなります。本当にね FET を効率よく、レスポンスをよくしようと思うんであれば、下手な風にいじらないでこのコネクタに直接ねバッテリーをつなげられる仕様で組むのが一番いいと思います。うん、僕は純正バッテリーを買ったばっかりなんで、この充電器とセットで結構値段がするわけですよ。そんね機能がある充電器でもないんだけど、なんでもったいないじゃないですか。なんで僕はどっちも使える仕様で、うん、まあいよいよ本格的にリポ化しようとなれば、この FET についてるこのケーブルでもなんて言うんだろう、納得がいかないっていうか役不足を感じるはずなんですよ。もっと効率のいいね、別のメーカーから出てる効率のいいケーブルに張り替えたいなとかって絶対欲が出てくると思うんで、うん、とりあえずはねポン付け&ヒューズを間にかませて、うん、やっていこうというところです。でそうだな、これまあ打ってみますけどね、純正状態でまあこのぐらいのレスポンスっていうか、トリガー引く回る打つね、これでも悪くないと思うんだよね。これでほらこの辺がギリギリかな、うん、レスポンスとしてはね、まあこんなもんか。でもこれもっとキビキビ動くようにはなると思うんだけどな、なんないかもしんないけど、あとはトリガーのっていうか接点の方法っていう意味合いでね、うん、まあフルオートだとこんな感じ、今665とか 660rpm ぐらい出てるんで、純正だとパッケージの表記が秒速15発ってことなんで、もうちょっとサイクル出てもいいのかなとは思うんだけど、まあメカボックスの組み方もあると思うしね、ちょっと強く締めたかもしれないし、まあ、その辺も含めつつね、うん、やっていこうと。なんで今回はちょっと長くなったけどね、前置き、まあ、ヒューズ入れて FET つけると。でこのコネクタ取っ払ずしちゃって、こっちから中からケーブル引っ張ってきますよとね、そんな感じの動画になります。です、じゃあね、何はともあれまずはメカボックスを取り外すところまで分解していかなきゃいけないんでね、ちゃちゃっとやっていきます。でこれ分解と組み立ての工程はね、一番最初このシリーズの一番初めにやったので、そっち眺めてください。とりあえずメカボックス取り出すところまで飛ばしちゃいます。じゃあね、フレームからメカボックスまで綺麗に取り去りましたと。3箇所のビス抜いてスイッチがブラブラしてる状態までね分解です。はいね、すぐこう外れてきますのでね、ハンダごて当ててやって、はいね、簡単に外れてきますと。はい、ここにもビスが入ってて、お、あーなるほど、こういうことね、はいはいはい、こいつがこう入れば、通電すると、そういうことね。で接点グリスがちょっと乗ってますね、
接点グリス乗ってるけど、やっぱりちょっとほら焦げてるよ、見えるかな、ね、スイッチ焦げてますね。タミヤの接点グリスがあるんで、この辺を弾けちゃってた。こっちが特にねスパークでしたみたい。僕も遠慮なしに結構いろいろやっちゃいましたからね。よしと、ほらこんだけね、カーボンっていうか火花が飛んだね、あれが飛びつ、もうこびりついてるんで、しかし繊細な部品だな。どっちもこれ取り外せるんで、これ今のまんまこう使ってたら、いずれこの板がもうちょっと折れかかってんね。ここがね減ってくるんですよね、スパーク飛んで。そうするとだんだん接点不良が起きたりしてくるんで、いやでもしかし早めにやってやってよかったね。このままバシバシ攻めようとやってたら、どっちか電極板ダメになってたんじゃねえかなと、そんな気がします。ケーブル取り外して、丸裸になったと。でスイッチもね組み直して、中接点グリス塗ってあります。でここがねこうスムーズにこう動いてやってれば OK かなと、組めてるかなというところですね。接点グリスね結構多めに塗っときました。でいよいよこのじゃあ FET の登場です。これなんていうメーカーだろうね。ジェフトロン、っていうのかな。どうなんだろうね、僕は初めて使いますが、いろいろ出てんのかな FET って。で単純にこれ1枚もの紙入ってますけど、ほんと簡単です。この FET をこう出したら、おシリコンケーブルだね。この長いケーブルはモーターのプラスとマイナスに入れなさいよということです。でこの青いケーブルはスイッチに入れなさいよと。極性ないんでね、通電するかしないかだけの判断なんで、どっちにつけても OK です。これであとはバッテリーにつなぎましょう。長さ的にこのマイナスケーブルをこう同じように引き回した時に、ちょうどねもうほんとちょうどこのぐらいの位置に引き出せるぐらいなもんなんで、ケーブル特にね切らずにやります。この FET ねあらかじめ予備ハンダされてます。ケーブルにもうハンダ染み込ませてあげるんだけど、予備ハンダしてあります。なんでこの電極にねちょっとハンダを軽く乗っけておいて、ちょっとねカメラ遠いかもしれないけど、よしと、スイッチのケーブルのねハンダ付けあります。まあスイッチにこの2本のケーブル乗っければいいだけです。はい、こんな感じの取り回しをイメージして僕はハンダ付けを終わらせましたと。じゃあね、とりあえずメーカーボックスをフレームに取り付けました。普通にこのコネクタ使うんであれば、もうあと組んでいくだけで OK なんですけど、僕はどうしてもやりたいことがあるんで、ちょっとね、ケーブルのレイアウトをここから考えなきゃいけないと。まずね、ケーブルを通す道が必要なんで、これね、トリガーグループのここ。ここをちょっと角を落としました。ここね、バッテリーが、こう刺さるところなんですけど、こんな感じでね、ここの部分ねちょっと切り落としました。まあリューターでジャジャッと削っちゃっただけです。でここスイッチのケーブルが通らなきゃいけないんで、本来こう1本のケーブルだけだったんですけど、1本用の切り欠けがあるんですけど、2本線が増えたようにちょっと削ってね、ここはケーブルの通り道を広くしましたと。であとコードカバー、純正のこうコネクタを活かせたいんで、純正のコネクタの上からケーブルをバレルの下を這わせて出すために、このコードカバーのここか、ここ削り落としてあります。ここね若干内側に出っ張ってカチッとはまるようになってるんですけど、ここをちょっと出っ張り落としてありますと。そんな感じの加工でケーブルが通るのかなと。もともとついてたケーブルあるじゃないですか、このマイナスのケーブル、これはモーターのマイナスに入ってたんですけど、ちょっと根元の金具向き変えて前方にこう出します。なんでかっていうと、この純正のバッテリーホルダーを使いたかったからっていうね。プラス側も同じです、向き変えて前方に出してやってます。ちょっとねこれケーブルありすぎて、結局なんて言うんだろう、シンプルにやろうと思うと
このバッテリーのコネクタは見送るのが楽なのかなとは思いますけど、僕は見送らない方向でやっていこうと思います。ただ本当何度も言いますけど、接点も増えるし効率は悪くなっちゃいますよ。本当にレスポンス求めて性能を追求するんであれば FET はそのまま使うのが賢いかなと。ここにもう直撃でバッテリー入れてね、それが一番シンプルで、ケーブルもねこの2本余計ですからね、こういうのがなくなるんでいいのかなとは思いますが、僕はこれでやっていきます。ハンマー部分とチャンバーとアウターバレル取り付けて、ケーブルを一応前方に全部出してある、都合6本ケーブルは前に出すっていうね、やばい状況になってますけど、そんな状況です今。とりあえずは各部干渉なく組んであります。で、大事なのはこれマガジンもね、ここきっちり隙間塞いでくるんで、この辺隙間があると思っていじるとちょっとねまずいですけど、こんな感じでコードカバー一応かぶせて、スライドもかぶることをチェックして、あとバッテリーね入れると。でこいつでバッテリーをエジェクトできると。その辺のね、干渉具合を一応チェックしてね、次進んでいくのがいいのかなという感じですね。こうです。このアウターバレルも一応はバレルの剛性に影響するのかなと思って、とりあえず入れたいなと思って抜いちゃってもいいかもしれないけどね。で、あとはイメージで言えばマイナスとマイナス、プラスとプラスをくっつけていくんだけど、プラスとプラスをくっつけるときにヒューズ入れようと。で、ヒューズこれ金具、一般的な圧着端子使うとでかくなっちゃうんで、これガンモーターコネクタ、それこそスタンダード電動ガンのモーターのね端子につけるコネクタなんだけど、これとこのミニ平型ヒューズの大きさが同じなんで、僕はこれイーグルモーターの買いましたけど、これどこのメーカーのでもだいたい幅一緒なんでね、ちょっときついですけど、これ2つでもうヒューズの交換できるようにねしていこうかなと。このコネクタはもういらないんで切っちゃいます。思いっきりプチッと切りました。この FET からケーブル置き換えた方がいいんですけど、僕はもうここで2つのケーブル束ねてハンダ付けして収縮チューブかぶせちゃいますけどね。赤いケーブルは赤いケーブルでここにヒューズをかませると。モーターコネクタなんだけど、これね若干、マイナスドライバーかなんかでちょっとこじり気味にして、ここちょっとねきつくはまるくらいにしてやります。両方のプラスのケーブルをヒューズでつなぐとね。こうするとヒューズも交換できるし、切れちゃったらね、純正のバッテリー使う分にはヒューズが切れるってことはないだろうけど、そんな感じ。これは圧着端子なんでね、電光工具、電光ペンチかなんかでこう止めていくんだけど、で止めた後上まですっぽり熱収縮チューブをかけて収縮させます。ショートしないようにね。これ電光ペンチはねこういろいろ慣れも必要ですが、今ね電光ペンチでここ挟んでかしめましたけど、その下の部分もかしめてやるとね。いいです。これをキュッとね、これで抜けなくなりますんでね、端子がここにできますんで。あと念入りにやりたい人はここハンダ流し込んでもいいと思いますけどね。でこうギュッとかぶせてやりますとね。これで一応回路は出来上がったっていうことで、じゃあですね、とりあえずコードカバー取り付けて、配線周りは全部こっち側に出してね、純正のバッテリー入れてやります。こんな感じで出来上がりました。レスポンスはね良くなりました。フルオートのサイクルどうですか。ちょっとじゃあ最後ねフルオートのサイクルだけ測ってどんなになったかやってみましょう。キレはねだいぶ良くなったんでね、いいね。なんでサイクルだけまた測っていきましょう。で 15.7 度、 15.8 度か。バッテリーの温度が今充電したばっかりだけど、ちょっと部屋涼しいからね、25度6分。これでじゃあサイクルだけねちょっと見ていきます。初速とかはね変わらないんだろうからね。じゃあフロートで打っていきます。おお
すごいね、 735.9rpm。 まあ初速は変わらないけどね、レスポンスはね、ほら全然違う感じじゃないですか。もうフロートのサイクルもね、こんな感じになると。ちょっとねゴテゴテしちゃってますけどね、こんなイメージで。サイクルもかなり上がったんで良かったかなとは思います。こんな状態です。はい、いかがだったですか。東京マリの電動ハンドガン USP のね FET 化で、この純正のバッテリーをねなんとか使いたいがために、ここのコネクタを残したまんまにして、うん、FET 入れたと。ただねこれまあ FET 入れたなりのレスポンスアップもサイクルアップも果たしたんですけど、やっぱりねこの辺のケーブルすげえ邪魔なんですよ。あのバッテリー入れて収まらないこともないんだけど、こっからケーブル出てくるあたりとかね、ものすごく邪魔なんで、やっておいてなんですけど、ここまでやっておいて本当なんですけど、やらない方がいいですよ。僕もここまでやってみて、ああやはりなと、スペース的な問題がすごく出てくるんで、最終的にリポバッテリーオンリーにしようかなと。結局この左右のケーブルを活かしたいがためにね、うん、スペースがなくなるんで、このバッテリー用のねここのパーツを取っ払っちゃえばスペースも余裕ができるし、ケーブルも2本減るんでね、一番太いケーブルが2本減る計算になるんで、あの普通にリポ化しようと思います。なんで正しいリポ化をやってから次のステップに進もうかなと、うん、そんな風に思ってる次第です。まあヒューズの入れ方的には僕は問題ないなっていうか、こんな感じでいこうとは思いますけど、次はこの無駄な配線を取っ払って、直接 FET にバッテリーを接続するような形で、うん、ちょっと配線やり直してみます。この辺のこれはどうしても純正のバッテリーをそのまま使いたかったっていうやり方なんでね、まあ参考までにっていう感じで見てもらえればいいかなと思います。ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべーし、うつべーし、うつべーし。配線がね、やばいっす。